バンブーです。今日はリムワールドやっていきたいと思います。家の改築をやっていきたいと思います。っていうのもだんだん増築に増築を重ねていっているので部屋しかないんですよね。こう廊下があって部屋とかじゃなくてどこ行くにも部屋を経由して部屋を経由してって言っていかなきゃいけないんで、多分この家効率悪いんですよ。なんでみんなが動きやすくなるような家作りをしていきたいと思います。どうするかな。とりあえずここは通路にしたい気はするんだよな。あ、で壁ここまでやっちゃえばいいのか。あ、でもここ外になっちゃうか。これめちゃくちゃ邪魔な気がする。これがなければここボーンって通路にできるから、これ3つぐらいいらないんじゃね。解体で、この辺の製作台とかをこっちにまとめるかな。で、ここの倉庫はもう撤廃、こっちに流す感じにしていいね。それでいいか。そしたらこれもここも正直いらないっちゃいらないんだよな。よし、そうしよう。あ、これだ。いいわけか。さっきちゃう。さっき言うな。よかった。せいぜいか。了解は。マックナップは出てこないな。なんだ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 、すごいぞ。いきなり発症専門中、何これ、すごい疲れる病気なのかな。なんだ、またえぐいの来たな。これ感覚器機械化症。うわ、何これ。あ、でも感覚は良くなるけど他が悪くなるんだ。いや、痛いのは困るよ。いや、厳しいなこれ。宝探しとか言ってる場合じゃねえよ。いやー、もうそうだよね、精神衰弱リスク起こすよね。なんだこれ、精神崩壊、劇場の殺意。お姉さん殺そうとしてんの、やばいな。いや、お姉さんもう死んでるよ半分意識不明だもん。これ謹慎したら入れなくなるかな。関係ないマジか。これお姉さん死ぬな。殺意があるってことでしょ。 JC 道順がない。あ、そっか、ごめんなさい。逮捕を試みてください。あー、もうダメじゃん。ちょっとやり直し、やり直しても劇場の殺意が出てきたぞ彼はマンソンを殺そうとしている。因果応報でございますね。よし、あぶねえ。いやー、なんか病気が重なりすぎ。これも解体かけてね、全然進まねえしな。みんな何をしてるんだ、なんでこんなに仕事が進まないんだ。運搬はいいから解体をしてほしいんだよな。いやー、精神変調リスクやばいな。みんな疲れやすくなってるからこうなっちゃうのか。これは厳しいよ。いつ治んだろうこれ。もうスティーリーとジェットは恋人になったぞ。こんな中よかったよかった。いやー、もう精神崩壊、しょうがない。病気治るまでなんとか耐えてくれ。なんだ今度マンソンは屠殺者になったぞ。何を殺しに行ってるんだ。もうアルパカか、しょうがねえな。またアルパカだ弱そうなやつを殺すみたいな感じかな。はい、今度はビッキーが今度は口悪くなってる。え、イノシシは死んだ。もうイノシシいいよ。はい、今度は凶暴化です。ソスがこうなるのは珍しいけどな。あもうダメだ、ボロボロだよみんな。えらい病気が2つ重なっちゃったからね。よし、なんか廊下っぽくなったな。で、ここまでつなげちゃえばいいんだよね解体。キャラバン隊派遣要請、無理です。今それどころじゃありません。この倉庫をどっかに移さないとダメだな。で、こっからこっちに行く通路も欲しいんだよな本当は。一回外エリアを通らなきゃいけない、意味がないから、この倉庫ぶっ壊すか。倉庫をこっちに広げよう。で、屋根張れなくなるから多分柱を
ぐらい、こんぐらいあればいいか。ふざけんな、襲撃。しかも、トンネル掘る人たちだな。みんな疲れてんだよな。よし、始まったな。いやいまいちだな。ここを抑えられると厳しいね。出口ないもんな。まあ、こっちだな。お、いや、こっちから来たな。助かるな、頭悪くて。よし、さよなら。いや、今回は損害なくてよかった。あ、なんかすっきりしてきた。建築が進まない。あー、太陽フレアだ、最悪。いや、いろいろ怒るな、本当に。いや、そうだよね、みんな暗くて多分、あはは精神崩壊3連続だな。もうよし、これで部屋ができたから、備蓄ゾーンに、あ、やばい、まあ、いいか、いいね。で、このゾーンを削除、ここも削除、 OK。 これでだいぶスッキリするんでないかい。あ、なんか変な虫病みたいなのは治ってきた。あとはこれか。で、動物小屋も場所変えたいな。で、ここをもうスカーンと通れるようにすれば動線が良くなるから、今結局扉が 1,2,3 個とか1,2 個とかって必要になるから、扉を通る回数を減らすべきだと思うんだよね。動物さんゾーンどこにしようかな。あ、こっちのクソ余ってるところでいっか。は？これ何を考えてるんだ？マジで言ってんの？とりあえずこの部屋集合。うわ、しかも機械がカマキリかよ。やばいな。あの、お兄さんたち、お兄さんたち、ちょっとまあ俺が指示はしたけれども、そこ通るのは危なくないですかね。よし、よし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 。あ、逆にでもここは良かったな。意外と被害ないな。あとはこいつと、あと2体か。こっちの方々外に出てもらって、よし。で、もう怪我人はとっとと帰ってください。近接もいらんな。やばいな、これ向こうの射程に入ってるけどこっちの射程にいないぞ。おお、やばい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 。よし、 OK。 いやー、びっくりした。こんな折り方あるんだ。いや、ここにドロップポット来たか。まあ、ここでやられてくれるとは思うんだけどな。結構来てるね。おー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 おお。いや、やりきれないな、これは。さ、もう2匹ぐらいいなかったっけか。あ、気のせいか。あ、したら大丈夫そうだな、これ多分。ほら、オッケー。あれ、こんなもんだったっけ。大丈夫そうだね。したら、お疲れ様でした。いや、いいね、いっぱい持ってきてくれたね、釜を。だいぶ動線良くなったでしょう。ちょっとなんか広すぎる気もするけどね。この電力施設なくすか。これをこっちに移動しよう。あ、だいぶできてきたね、これ。したら解体して良さそうだな。よーし、新しい娯楽室も作れたね。これで2箇所で娯楽ができるのと、
あと割とみんなの住居のに近づいたから利用しやすくなったかな。あと多分テレビってこの使い方が正しいのかなって気はする。とりあえずこんな感じで動線も良くなったし、多分コロニーリフォーム計画はこれにてとりあえずは完了でいいんじゃないでしょうかね。で、そしたら今度こっち側になんか部屋作っていきたいですね。まあ入居者の部屋かな。とあとここにポットランチャー室を横長に作って、まあここまでか、ここまでだな、ここまで作ればいいんじゃないでしょうか。